未来が見えなくて怖いから、未来が見えてしまって悲しいから、目を閉じて優しい思い出に浸ってしまう。お姉ちゃんに話せるよね、ルシになったこと。おい、翻訳発表の方が大事だろ。ライトニング、どんな顔するだろうな。これからは姉さんか。よし。綺麗。来年もここで見よう。ありがとう。